様々に解釈されていますその解釈を探る前に、まず、駆け上がって、と、駆け上って、の違いについて考えてみましょう。前者はあらかじめ存在している坂などの階段を上がる様子を表し、登りながら努力し、自分の手で頂上を目指す姿勢を示しています。従って、歌詞が変更されたことから、平野がグループの未来について深く考え、 解散を意識しているのではないかという仮説が浮かび上がりました。歌の中でそのメッセージを表現しようとしたのではないかとファンたちは考えたのです。さらに歌唱の表現も変更点を強調しわざと歌詞を変えていたように感じられたと言います。しかしこの仮説について一部の音楽ライターは異なる見解を示しています。 歌詞を間違えて舌をペロッと出したり笑ったりするのはド素人です。間違えたことに気づいても平然と歌うのがプロです。駆け上がるも駆け上るも意味は同じでは、勘ぐりすぎな面は多分にありますね。ただ、本当にわざとだとすれば、平野はさすが、バラエティ向きですね、との意見があります。 歌詞の変更について、ファンと専門家の間で異なる意見が交わされています。一方では深いメッセージが込められていると考える人もいれば、単なる歌詞のミスと見る人もいます。こうした論争を通じて、平野紫耀のパフォーマンスに対するファンの期待や関心が現れたと言えるでしょう。 この出来事が注目された背後には、ジャニーズ事務所のアイドルグループとして活動するキング・アンドプスの未来についての熱いファンの思いがあることは間違いありません。次に、ファンの反応とその背後にある思いについて詳しく探ってみましょう。ファンの反応とその背後にある思い、ファンの中には、平野の仕様の歌詞変更に対して熱心な興奮を示す人が多く見られました。なぜなら、 彼らにとってキング・アンド・ピンスは特別な存在であり、グループのメンバーたちが歌詞に込めるメッセージや感情に共感することが大切だからです。この場合、歌詞の変更が何らかのメッセージを伝える可能性を期待していたのかもしれません。また、アイドルグループのファンにとって、メンバーとの一体感や共感が非常に重要です。 歌詞の変更が歩かないかにかかわらず、ファンは平野市洋がパフォーマンスする姿勢や気持ちを大切にし、応援していることが伝わっています。この出来事は、ファンとアイドルメンバーとの絆をさらに深めるきっかけとなった可能性があるでしょう。一方で、歌詞変更に対して違う意見を持つファンも一部存在します。彼らは歌詞の変更を単なるミスとして受け止め、 新を見しすぎることは控えるべきだと主張しています。音楽ライターの指摘も歌詞の変更にあまり意味を求めすぎないように警告していると言えるでしょう。このような意見の違いが存在する一方でアイドルグループのファンコミュニティは多様性を尊重し、異なる視点や解釈を受け入れる上でもあります。ファン同士の議論や対話が 彼らのつながりを強化し、新たな理解を生む重要な要素となっています。キング・アンドブスの平野市要が歌詞を変更した出来事は、ファンコミュニティに大きな反響を呼び起こしました。歌詞の変更が意味深いメッセージを伝えるものであるのか、それとも単なるミスとして受け止めるべきなのか、ファンたちと専門家の間で異なる意見が存在します。しかし、 この論争を通じて、ファンは自分たちのアイドルメンバーに対する深い愛情と期待を示し、絆をより深める機会を持つことができました。アイドルグループの活動は、音楽だけでなく、ファンとのコミュニケーションや共感が不可欠な要素であり、この出来事はその一例と言えるでしょう。平野紫仕様の歌詞変更についての議論は、 ファンコミュニティの多様性と共感の深さを示すものであり、キングドッスの未来に対するファンの情熱を象徴しています。今後もファンとアイドルグループの間で続く交流が、音楽業界における特別な瞬間を生み出していくことでしょう。<laughs>